いらっしゃい。大将、ドラクエイレブンが発売だよ。あとちょっと、あとちょっとで気が落ちたら寝落ち、そして遅刻、人間のクズだよ。でもみんなやっちゃうよ。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。はい、中谷雄心です。第68回目が始まりました。全然意味わからないね、この出始めですけれども、これピトシさんが間違えたんですよね。書き間違え、打ち間違え。気がついたら寝落ち、あとちょっとで気がつ、あとちょっと、あとちょっとで気がついたらね、あとちょっとで気がつ、もういいや、もういいか、触れない。大阪府松原市出身、世界の皆さんにも歌を届けられるよう日々精進している21歳勇者&シンガーソングライターです。読めない。何を連れてますこれ。僧侶。僧侶って何ですか。お坊さん。あ、お坊さん。え。まあいいや。ドラクエやったことないんですよ僕。そうなの。うん、なんかドラクエとなんちゃら派とかあるじゃないですか。ドラクエとファイナルファン、ファイナルファンタジーもちょろっとしかやったことないです。はい。だから多分ドラクエって結構一回バーンって開いたでしょ。で多分その時に僕がゲームやってる多分時代というか、最近また復活してきたじゃないですか、ドラクエもムードみたいなブームが。でファイナルファンタジーもずっと出てますけど、あんまり触れずかな。例えばモンスターハンターとか、クラッシュバンディクーとか、わかります？あそこら辺っす。クラッシュバンディクーとかやってましたね。だからプレステのネズミ色の1からちゃんとやってましたよ。で2に変わり、でも2の時が一番がっつりやってて、って感じで3、今4と出てるんですよね。でまして今はなんちゃら VR 進化しすぎですよね、本当にね。ゲームなのかどうかもちょっと分かんなくなってくるし、普通にね、なんか多分クオリティが多分めちゃめちゃ高いですもんね、あれもね。なんか VR でエロ動画を見ればどうちゃらこうちゃらとか、なんかそうじゃないって。もう知らないですよ本当に。僕は見てないですよ皆さん、僕は見てない。僕エロ動画も見たことないし、もうね、みんなのアイドル中谷雄心なんて、本当にこれでやっていきたいと思います。はい、今回の企画はこちらです。中谷雄心がチャレンジ、夏の曲あって冷やしそば3番勝負。金杉さんチョイスの BGM ですかこれ。なんかちょっとダサくなってませんか。なんかダサくないですか。BGM のチョイス感ちょっと森岡ディレクターの方がちょっとおしゃれだったし、ちょっと雰囲気でこれね、激ダサです。しょうがないよね。そうです、そうです。どうですか。激ダサですよね。ということで激ダサでやっていきたいと思います。一発のスインガーソングライターになるため耳を鍛えています。今回は夏ということで楽器に、冷やしそばを使いたいと思います。番組スタッフが冷やしそばを食べる後でサマーソングを演奏。はあ、はあはあ、僕がその曲名を当てます。勝負なので負けたらトレーニングが待っています。今日もハートを強くしようということでモノマネです。とりあえず曲当てに行きましょう。これね、誰が考えてるんですかこの冷やしそばとか。ピトシさん、いや、よく思いつきますよね。はい。まあでも、今までひなあられとかでも当ててきたので、ちょっとそばでも頑張りたいと思います。はい、行きましょう。1問目。これね、やばいっす。わかるわけない。今回やばいっすよ。え、もうなんか、7個ぐらいヒント欲しいんですけど。じゃあヒントとりあえずもらっていいですか。サマーソングっていうのは分かります。これサビ頭、いやー、これはね、サビの一番ピーク、サビの一番ピーク、サビでもピークがあるってことですね。サビでもピークがある、
か一番有名なフレーズの部分ですね。はい、男性アーティストです。バンドですね。夏と言ったらこの、うん、もうねチューブに誘導していってるんですよ完全に誘導されない。チューブではないチューブか。この反応はチューブだな。音で判定していただいて、ね、だって無理じゃないですかこのそばはい、もう一回、はい、もう一回いきましょう。はい、わかった。ああ、夏休み誘導尋問みたいなすげえ。でもサビの超ピークって言ってくれたのが分かります。ああ夏休みのとこなんだなって思って。これね、ヒントによるな本当にね。はい、2問目いきましょう。サビ女性、はい、女性です。アイドル。アイドルではないな。あ、じゃあ違うな。ポニーテールかとちょっと思いました。ああ、アイドルじゃない。グループですか。グループですね。もうね、こういう感じになってきたらもう急にもうパッと先輩の生き物がかりが浮かんで、もそこから頭離れなくなるんですよなるほど。でも違うだろうな。夏、ザ夏って言えばこの曲流れるみたいな感じですか。ド有名というか、まあ割とかなりスタンダードではある。え、ピトシさん知らないんですよね。でも分かったんですか。え、知ってたでしょ、うん、いや、音でなんとなくもう一個ヒントください。もう一個、はい、バンドです。え、男女混合のガールズバンドと言われるものです。あ、これは絞られるな プリプリかな。え、聞いたもんね。はい、もう一回いきます。はい、チョンチョンチョンチャチャチャンチョンチョン、ハネタイタリンコ、抜け抜けるゼブラのストライプ。あ、その言い方はプリプリじゃないんだな。めっちゃ外したくないんですよね僕この今回マジで。もうね、意味わかんない人たちばっかずらずらなモノマネが待ってるんで。ガールズバンドでもね、こんなん一曲でずっと粘っててもしゃあないですもんね。 Only my darling の曲は何でしたっけ。駆け抜けるゼブラのストライプのやつ。プリプリの、世界で一番暑い夏。何ですか。いいですか、ホワイトベリーの夏祭り。はあ、君がいた夏は、はあ、これだな確かにね夏だったらこれ流れてるね。いつまでも流れてるもんね夏は。もう一回やってもらっていいですか、それを踏まえて。いきます。大変でしょそれ、むせるでしょもういや、言われてみればね、言われてみればやっぱそうですよ。でもでもなんですかね、強弱がやっぱそば少ないからっていうやっぱ言ってじゃないですか。だから分かりにくいかもしれないですね。まあでもトロロが絡んでくれてて音なっはい、じゃあもう3曲目サビ、うん、これ分かりやすいよ。これもまたどういう名というか、
ナッツというだし、ほぼもうノーヒントでいけると。もう一回いいですか？マジ？ちょっとね、一息でいきたいですね、これ。いきます。タッ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 タ、これでナッツ、このリズムでナッツ。タッ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 、夏夏夏夏ここタタ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 。え、男性アーティスト、はい、ゆず夏色。もう一回ください。回答権もう一回ある、はあります、なし、いきましょう。もう一回ください。はい、はい、タタ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 タ。いや、ちょっとなんかもう当ててみたいな雰囲気ですけど、わかんないもん。音でいきましょう。はい、音で聞いて。国民的なバンド。え、もう一回。はい、いきまーす。はい、このテンポなんだろうな。国民的な、これ聞いてる人分かってるんかな。歌ってると思うよ、一緒に一緒に歌ってんの。一緒に歌ってる。もう無理、ブーです。はい、なんすか、サザンオールスターズの真夏の果実。白くじじゅう。バラード出してきます夏ソングで。なんで、もう絶対テンポのあるやつやと思ってたら、もうイメージがね。そっか、サザンか。夏だな、確かにな。モノマネか。やりますよ。一問。はい、何問だ。僕一問だけ正解したんですね。で、二問不正解だったので、二回というか二人のモノマネを全力でチャレンジします。今回は暑苦しいモノマネにチャレンジ。出川哲朗さん、銭形警部にしようかな。じゃあこの二人にしよう。じゃあ出川さんと銭形警部行くんでね。行きます。出川さん。やばいよやばいよ。おい、ちょっと待ってくれよ。やばいよ。やばい。こっちがやばいわ、本当に。やばいですよ、もう。え、なんかこれ、なんかないの？ピンポンピンポン、ブブーみたいな。なんか欲しいんですけど。いや、遅い。遅いです、金杉さん。悲しいです、もう僕は。はあ、このね、この空気が嫌なんですよ、最近のこの。3番勝負の僕のモノマネにも皆さんが飽き始めてるのがね、ひしひしと伝わるんで。しかも最近ゲスト来てくれてたじゃないですか。だからなんとかね、ちょっと紛らわせれたんですけどね。いきます、銭形警部。待てー、ルパン。以上、夏の曲当て、冷やしそば3番勝負でした。中谷雄心のオールナイトニッポンモバイル。最後は生歌です。僕が歌いたい歌をアコースティックギターで弾き語りをしていきます。今回選んだ歌は HY さん、ソング4。はい、ソング4。この歌はですね、まあ、ゲームのさっきね、ちょっと話題で年代みたいなことの話も出ましたけど、僕が高校生の時にすっごいやっぱ流行ってて、 HY さんが、まあ今でももちろん流行ってらっしゃるし、この歌はカラオケ行っても多分歌われる人が多いとは思いますけど、まあやっぱ女性が歌うってイメージなんでしょうね。なんかこう、うん、
やっぱ僕は女性の歌をこう自分の声でね、歌って皆さんにこうちょっと聞いてほしいなっていう願望があるので、よくこのラジオでも女性の歌を選ばせていただくんですけれども、ちょっと僕は高校時代に戻ったような、感覚で歌いたいと思います。聞いてください、 Song 4。二人が出会ったことに、もしも意味があるとするなら、こんなに苦しいのは今だけだよと自分に言い聞かせて、胸の痛みがあなたをどれだけ好きか伝えているよ。愛することが怖くなっても、あなたなら大丈夫だよね。抑えきれない気持ちはどこへ行くこともなく、戻ることなんてできない。時計のようにほら今、あなたへ、あなただけに向かって、私は恋をしている。会えない日々が続く、眠れない夜も続いてゆくよ。あなたと私の恋は難しいことがたくさんあるから、いくらお互いが思っていたって決してつながることはない。だけど私はその日まで待つよ、あなたが大人になるまで。世界中でこんなにたくさんの人がいるのに、あなたと出会って恋に落ちて、同じ気持ちになれたのに、会えない、会いたい、今あなたに会いたい、ただあなたに会いたい。中谷英信のオールナイトニッポンモバイル。第68回目も終わりの時間です、はい、でもやっぱり金杉さんの Q の出し方は変わんないんですね。クニャこれ僕以外にも言われる方いないんですか？あんまいらっしゃらないか。全体が気持ち悪い。ボロカスですね。ボロカスに言われますね、金杉さん。僕は好きです。僕は本当、僕は大好きです。はい、僕はもう憎めないです、金杉さんを。ただ普通に真顔で気持ち悪いっていうピトシさんがね、すごいこう圧力を感じますけれども、はい、今回もね、曲当てを3番勝負しましたけれども、まあね、体感では今回が一番難しかったね。あの、まあ、何より一番こうしんどそうだった。奏でてる人が体力使ってました。むせてましたしね。はい、まあせっかくなんで当てたかったんですけど、1曲しか当てれず、申し訳ないですけれども、はい、そしてお知らせがございます。はい、まとめ曲、今回26日の放送、これは収録なんでちょっと前に撮ってるんですけれども、今回26日の配信なので、まああと3日、29までね、あの東京で公演しているので、あと3日かな、
3日あるんで、ぜひねまだ来てないという方がいらっしゃったらね足を運んでいただきたいと思います。音楽劇的屋曲です。愛知公演も、大阪公演もあるのでぜひ、そちらにも来ていただけれたらなと思います。そして、ハイドビハインドという映画に僕出演させていただきます。はい、僕自身初めての映画で、公開はちょっとまだまだ先なんですけれども、これから撮影始まって頑張ろうと思っておりますので皆さんぜひ公開された際には、ね、劇場へ足を運んでいただければなと思います。はい、そして僕の誕生日の、公開収録ですね、ラジオのバースデー公開収録、8月1日、私中谷雄心の22歳の誕生日を記念して、ハッピーバースデートゥートゥーミーということでね、はい、公開収録がまたっていうか、はい、ありますね。もうちょっとなんですね、26だからあと4日5日6日か、僕の誕生日もうね、このラジオ始めた時僕20ちょうどですよね、だからもう2年経つということでね、早い、本当早いですけれども、はい、これからもっといろいろ面白くなったりね、この公開収録では皆さんと絡みますので、まあ僕が楽しく話してるところをいつも聞いてもらってると思いますけれども、一緒に楽しもうという、はい、ラジオにしたいと思います。はい、ぜひ来てください。そして番組にメッセージをください。受付メールアドレスはゆうしんアットマークオールナイトニッポンドットコム、ゆうしんアットマークオールナイトニッポンドットコム、たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組は毎週水曜日に更新されます。次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。中谷雄心でした。バイバイ。